さあでは、前回の続きから山内線の電車内をクリアしたところから続きをやっていきましょう。続きから。私が最初に戦闘車両に爆弾があると言ったのは、100% 嘘だったわけじゃないんです。お、なるほど。何か根拠があって言ったってことだね。なかなかやりますな、北野さんも。かなりの確率で、戦闘車両に爆弾があると思っていました。お、それはなんでだい？どうしてそう思ったんですか？爆弾の存在を知った東崎さんは、運転手に電車を止めないよう指示するために、戦闘車両に行きましたよね。はい。そして、その後の電車の動向を知るために、東崎さんが戦闘車両に残ることは容易に想像できます。はい。南明は、確実にあなたを殺せるように、戦闘車両に爆弾を仕掛けたんです。あら、怖いこと言うね。なるほど。そんな。問題は、戦闘車両のどこに爆弾が仕掛けられているかです。確かに。くまなく探してもらえますか？わかりました。そもそもどんな爆弾なんだろうね。それもわからないからな。見つかるだろうか。お、ステージ7、爆弾捜索。なるほど。ここでもう爆弾を見つけてしまおうと、そういう感じなんですね。いよいよなんか佳境みたいな感じになってきたな。この車両に爆弾があるんだよね。そうらしいですね。また、状況説明するね。お願いします。状況説明開始一歩聞こう。さっきほとんど説明しちゃったんだけど、あとは何があるかな。何があるかな。椅子が横並びであるでしょ。まあいつものやつね。椅子の色はエメラルドブルーだね。エメラルドブルー。あとドア付近には大きなリュックサックが置いてある。リュックサック、山登りでもするようなやつ。怪しいね。リュックサックには四角くて大きなキーホルダーがついてるね。四角くて大きなキーホルダー。荷物置きに黒色の大きなスーツケースが置いてある。スーツケース怪しいね。 あと車椅子のスペースの近くの壁に消火器が設置してある。消火器怪しいね。気になるのはこれ。なるほど。どこかに爆弾があるんだよね。どうなんでしょう。ちょっとわからないですが、まあ一個ずつ聞いていきましょうかね。さっきほとんど説明しちゃったんだけど。ほとんど言ったかい。気になるものを説明してるけど、見落としとかないかな。まあわかんないね、それはね。続いて、椅子が横並びであるでしょ。椅子はどうだい。椅子は一つにつき6人掛けだよ。6人掛け。それがこの車両には6個設置されてる。6個。なんか電車の椅子ってカパってこう座る部分取り外せそうな感じはするけどね。ただそこに仕込んでおくっていう、あらかじめ仕込んでおくってことが果たしてできるのかどうなのか。あらかじめその時刻にその電車がそこを走りますっていうのがまあ分かってれば可能なのかな。でも点検とかされちゃう可能性もあるから確実性は減るよね。ちょっと違うかなって気はするけど。あとドア付近には大きなリュックサックが置いてある。リュックサック、それだ。イエローの蛍光色のリュックサックで、イエロージッパーのところに4桁の数字でロックされた。それそれ、絶対それ。開けて中身を見ることはできないね。絶対それ、4桁のやつ間違いないな。それですね。ってことはその暗証番号をどこかで仕入れなきゃいけないということか。ふーむ。リュックサックには四角くて大きなキーホルダーが。キーホルダー。キーホルダーは富士山が書かれてるよ。富士山。なんか富士山の下に大きな池があって、大きな池、その池にも逆さまになった富士山が映ってる。逆さ富士か。教科書とかで見たことあるかも。ああ、見たことあるね。逆さ富士、富士山。俺ちょっと調べてみましょうか、ウェブで。令和元年、静岡県富士山、標高3776、2月23日を富士山の日とする条例を制定。まあ、ここから察するに3776か0223っていうのがちょっと浮かび上がりましたが、まあ、他も聞いてみましょう。それと
荷物置きに黒色の大きなスーツケース。スーツケース。スーツケースは鍵がかかっていて開かない。鍵か。鍵穴があるけど、鍵は見当たらないよ。なるほどね。最終的な到着地点はスーツケースっていうのも考えられなくはないな。あと、車椅子のスペースの近くの壁に、なんだっけ、消火器が、消火器、それはなんだ、消火器、うん、特に鍵とかかかってないから私でも持ち運びはできるよ。結構重いけど。消火器何に使うかね。爆弾解除のために消火器が必要なのかな。何かを急速に冷凍するみたいな、粉状のね、ものを射出するタイプだったらなんか使ったりすんのかな。消火器、アマゾン公式最速お届け、プロイム会員なら無料。まあなんか火を消しているイメージはあるね。なんでしょうか、使うんでしょうか。まあとりあえず4桁いってみようか。富士山、あ、違う、富士山が3776。ドアヘイヘイ、暗証番号わかるの？わかる気がします。試してみる。3776。はい、ダメだ、その番号じゃないみたい。じゃあ0226かな。違う、0223。ドアヘイヘイ、わかるぞ。暗証番号わかるの？わかります。試してみる。0223、これだ。ダメだ、ダメかい、その番号じゃないみたい。消火器、じゃちょっと変えて、消火器でな、鍵をぶっ壊すみたいなことできないかな。無理かな。それと荷物置きに黒色の大きなスーツケース、これは消火器でいけ。他は特に何もないね。ダメか。消火器自体を聞いてコータできるかな。爆弾、うん、どこにあるんだろうね。怖いね。リュックサックには四角くて大きなキーホルダーがついてる、ね、キーホルダー消火器でいけ。うん、他は特に何もないね。ダメか。椅子が横並びであるでしょ。椅子の色はエメラルドブルーだね。エメラルドブルー、横なエメラルドブルー。椅子は一つにつき6人掛けだよ。それがこの車両には6個設置されてる。なんか関係あんのかな、椅子。逆さ富士か。逆さ富士ということは、でも 376.24 っていうこのちっちゃい数字を出しちゃってるからな。6773。いやー、ちょっとなんか微妙な気がしますが。暗証番号わかるの？試してみる。6773、これだ。ダメだ、その番号じゃないみたい。ダメかー。あと何かあるかしらね、できること。あとはもう椅子に消火器をぶっかけるぐらいしか考えつかないな。椅子に消火器だ。椅子に、うん、消火器をかけるの？そうだ。本当にこれ採用されたな。そんなこと俺もわからない。そんなこといちいち気にしてる場合じゃないわよね。これまで、あなたのおかげで先へ進めてこれたんだから。もうポジティブだな。言う通りにするよ、もちろん。リオちゃん、あー、やったな。なんで本当に。何かが浮かび上がるかな。消火器の粉が。大丈夫かい。消火器を椅子にかけたけど、はい、あれ、あの椅子だけ消火器の粉が変に吸い込まれてる。吸い込まれている、6個ある椅子のうち、うん、1つだけなんか消火器の粉が椅子の下に吸い込まれていってるの。なんでだ。この椅子だけ
空気が流れていってる。なるほど。その下に何かがあるということなのかな。ちょっともう一回調べてみよう。椅子は1つにつき6人掛けだよ、うん、それがこの車両には6個設置されてる、うん、6個のうち1つだけ下に空気が流れ込んでいる椅子がある。椅子は1つにつき6人掛けだよ。おうおうおう、そなんかできないか。今説明したこと以外は何もない。ダメか。一つだけ空気が流れていってる。なんかできることないかな。とはいえこの子が持ってるものは鏡の破片。そこに富士山を。もう意味がわかんないね。あとは何もないね。何もない。消火器で空気が流れていっている。そこに何かがあるんだろうがって感じか。まだ何か足りないのかな。そうね、やっぱりじゃあ鍵をとりあえず解かなきゃいけないんだな。そうね、やっぱ逆さ富士っていうのがキーワードなんだろうな。まあやれるだけやってみるか。さっき3776を逆にしてみたから、今度は0223を逆にしてみようか。3220、これで解けるかな。暗証番号わかるの？試してみる。試してみましょう。3220逆さ富士。あ、開くんかい。こっちやっとけばよかったな、最初に。よく気づいた。そうでしょう。中には携帯食料とか、携帯食料、タオルとか、タオル、着替えが入ってる。着替え、それだけ。使えそうなものは、あ、これは使えそう。なになに、なんていうの、金槌みたいなやつなんだけど。金槌、登山で使うやつ。ピッケル？あれだ。あ、ピッケル！ピッケル！ピッケルを手に入れたよ。ピッケルを手に入れたよ。やったね。ピッケルか。ピッケル。積雪時の登山に使うツルハシのような形の道具。ツルハシにも言っていますが、杖のようにうんぬんかんぬん。なるほどね。これで何かを叩きましょうみたいな、叩き壊しましょうみたいな、そういう感じなのかな。今のところ椅子と、あとリュックにかかってる四角いなんちゃらかんちゃらか。じゃあ椅子の部分もえいやってやっちゃおうぜ。ピッケルで椅子は一つにピッケルだ。空気が流れ込んでる椅子をピッケルでこじ開けてみる、ね、こじ開けてみようぜ。おれ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 、だれ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 、せいや、せいや、せいや。お、どうした。なになに、椅子をこじ開けたよ。うん、椅子の下には、え、嘘、爆弾。本当にあったよ、爆弾。爆弾、あれ、お、捜索クリアしてしまった。爆弾見つけたはいいが、どうやってっていうところに入ってくるな。次へ。嘘、夢じゃないよね。本当にあったんだね、爆弾ね。バカな私でもわかるぐらいわかりやすい爆弾。わかりやすい爆弾っていうのは、なんかダイナマイト3本ぐらいに時計がついてるみたいなやつかな。で、赤と青のコードがついてるみたいなね。東崎さん。あ、爆弾の特徴を教えてくれるか。映画とかで出てきそうな感じ。出てきそうな感じ。金属製の大きな箱でできてて。金属製の箱か。なんか、赤いライトがチカチカ点滅してる。赤いライトが点滅。箱の真ん中には
配線が何本もあって、うんうんうん、赤色とか青色とか黄色とか全部色が違うみたい。なるほど、コードが出てるわけだね。色違いの配線が何本も。うん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 。あ、はい。ん？みなみ、本当に趣味が悪い。怖いって言ったのか、わいって言ったのかと思った。とことんゲームにするつもりなのか。なるほど。どういうことですか？爆弾を作るにあたって、うん、映画やドラマのように色違いの配線が何本も出ているなんてことはほぼない。なるほど。現実にはそんな爆弾はまあないだろうと。まあ確かに、わざわざむき出しにする必要もないしね。爆弾を解除されたくない犯人は、うん、配線の色をわざわざ色違いにして分かりやすくするなんてことはしないし。なるほどね。そもそも配線はなるべく隠すように。はい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 。映画やドラマの場合は主人公が解除する様を分かりやすく演出しているんだよ。なるほど。ミナミはわざと爆弾を解除しやすいように作ったんだ。うんうんうん。あくまでゲームを楽しむつもりで。なるほどね。ってことは逆に言えば爆弾を解除する方法が残されているということだから希望でもあるわけだな。それじゃこの爆弾は解除できるんですか？そうでしょう。おそらくはな。だが、私も爆弾のプロじゃない。うん。配線の色やつなぎ方を聞いたところで、答えはわからないだろう。まあなあ。だそれ以外の何か方法が残されているということでいいんでしょうかね。じゃあ、どうすれば。直接、やつに聞くしかないだろう。なるほど。ええ。私もそう思います。おお、入ってきた。みなみは、私たちが爆弾を解除できるかどうかを楽しむつもりです。なるほど。おそらく、爆弾を解除できる方法は存在し、みなみはそれを提示してくるはずです。なるほど。お、早速提示してくるんじゃないかい？遊園地の館内放送だな。ほう。やはり出てくるか。出てくるか、みなみ。爆弾発見おめでとう。おめでとう。みなみ、爆弾はどうやって解除する？あらあら、いきなり本題？こっちも進行の仕方っていうのがあるんだから、その辺を考慮してくれないかしら。ありました。時間がないんだ。早く説明しろ。焦ってるわね。もうちょっと冷静になった方がいいと思うけど。確かに。早く言え！ああ、怒ってる。昆虫館へいらっしゃい。昆虫館？そこで爆弾解除の方法を教えてあげるわ。昆虫館？そんなのが、虫の館があるのかい？昆虫館？昆虫は苦手なのかな？西大寺さん、ひょっとして。それじゃ、ね。お。おい、待て！終わってしまったか？くそ。うん。館内放送切ったよ。なるほど。昆虫館？くそ。ここから少し歩く必要があるな。なるほど。とにかく昆虫館に行ってみる。はい、お願いします。気をつけてくださいね。気をつけてください。あ、西大寺さん、歩きながらでいいので私の話を聞いてもらえますか？なんだ、急に何の話するんだろう。どうした？西大寺さんが警察や鉄道会社などと連絡を取ることが禁止されているのは知っています。うん。そのため私から警察へ西大寺さんの状況はお伝えしておきました。勝手にいいのかな、大丈夫かな。そもそも鉄道会社の人ってその運転手さんは含まれないのかね。ちょっと気になるんですけど、その辺。そうなのか、すまないな。だが北野さんが連絡を取っても大丈夫だったのか。確かに。私に対して何か行動を制限するようなルールは設けられていませんでしたから。なるほどな。警察も鉄道会社も、うん、今回の事件でかなりの混乱をきたしているようですね。まあそうだろうね。無理もないことですが。もうだってほぼ全線ストップに近い状態になるんじゃないかな。山内線だけで済む話じゃないよね。乗り換えする電車とかにも影響が出そうだから、どうなっているのか大混乱だろうね、周りは。そうか。あと
マスコミもこの事件のことで持ちきりです。そうだろうね。あの電車に乗車している人たちの関係者が山の内線の各駅に殺到していて、うん、交通網は完全に麻痺しているそうです。あららららら。ら乗客たちの親族や知人か。そうですね。乗客たちを心配している人たちで山の内線界隈は混雑しています。なるほど、わかった。ありがとう。引き続き私はこの状況を打破する方法を大学内で探ってみます。ほう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 。警察とも西大寺さんのことで連絡は取り合っていますので。なるほど。もし何かあれば連絡しますね。北野さんすごいな、行動力が。ああ、よろしく頼む。どっか行ってしまった西大寺さん。昆虫館着いたのか。おうおうおお。中に入ってみる。はい、お願いします。ステージ8、昆虫館。なんでしょうか、これは。虫がいっぱいいるんでしょうか。標本とかなんでしょうか。昆虫館に入った。はい。状況を説明する。お願いします。状況説明開始、ポキコ。昆虫館の中は、うん。蛇やクモなどの爬虫類が水槽に入っている。爬虫類が水槽に。昆虫館に、こんなものが普通いるのか。どうなんでしょう。これは、南の趣味。なのか。どうだろうね。奥には扉があるが開かないな。扉は開かない。鍵穴や暗証番号入力の装置は見当たらない。何もないのか。どうやって開けるの。ただ開かない。部屋の中央には4つの水槽があって。4つの水槽。水槽にはそれぞれヘビ、ヘビ、クモ、クモ、スズムシ、スズムシ、カエルが入れられている。カエル。各水槽にはボタンがついているな。あとは、うんうん、柱にイベント告知のポスターが貼られている。イベント告知のポスター。イベントの日程はもう過ぎているな。何のイベントだろうね。受付にはノートパソコンが置いてある。ノートパソコン。電源は入っていない。あとはそうだな、掃除道具が転がっているな。掃除道具。デッキブラシとバケツだ。デッキブラシとバケツ。以上で状況説明終了だ。おお。何か気になったことがあれば言ってくれるか。結構なんかいろいろ出てきてよくわからないけど、扉が開かないのはおそらく機械式なのでノートパソコンで開けるのでしょう。でその何かこうキーワード的なのがヘビ、クモ、スズムシ、カエル。ヘビ、クモ、スズムシ、カエルっていうのは捕食する順番かな。スズムシをクモが食べ、クモをカエルが食べ、カエルをヘビが食べるみたいなことが想像できますね。あとはちょっとわかんないので聞いていきましょう。昆虫館の中はヘビやクモなどの爬虫類が水槽に入っている。いやそうです。私は大丈夫だが、うん、爬虫類が苦手な人間がここに入れば発狂するだろう。なるほど。西田さんは爬虫類平気。奥には扉があるが、その扉は、この扉はどうやって開くんだ。パソコンで開くんだ多分。そう、時間がないというのに。うん。これは部屋の中央には4つの水槽があって。4つの水槽のボタンはどんな感じだい。各水槽のボタンを押してみるか。はい。あ、順番通りに押せってことなのかな。スズムシ、クモ、カエル、ヘビ。ダメだな。あ、ダメ。ボタンを押したが何も反応はない、うん、逆かな、強い順かな。まあ、ちょっととりあえず置いときましょう。あとは柱にイベント告知のポスター。そのイベントはどんなイベント。そうだな、最強の昆虫みたいな。このポスターを剥がしてみるか。あ、剥がすんだ。剥がしたね。ポスターを剥がした。はい。なんだなんだ。剥がしたところの一部だけ塗装が新しいな。どういうことでしょうか。その塗装はどんな。あとは塗装台。ポスターを剥がした一部だけ、はい、塗装が新しい柱がある。うん。あとは、うん、それはどういう柱だ。他に気になるものはないな。あれ、それだけか。これは受付にはノートパソコンが置いてある。どんなノートパソコンだ。ノートパソコンだが、はい、電源ボタンを押しても起動しないな。あ、壊れているのか。電源ボタンを押しても起動しないか。何か特殊な仕掛けがあるのかな。あとは6番は。そうだな。あ、デッキブラシとバケツか。なんだいそれは。掃除道具はおそらくここが閉園する前からあったものだろう。はあはあはあ。かなり使い込まれている。
あ、それだけ、塗装が、塗装がなんだっけ？ポスターを剥がした一部だけ。うん。塗装が新しい柱がある。塗装が新しい。ポスターを剥がした一部だけ。そこに投稿機だ。塗装が、あとは何もない。はい、ごめんなさい。塗装が、釘打ちだ。そうか。うん。釘打ちなら、この塗装が新しい部分を壊すそうだ。壊しましょう。やってみる。えいえい、えいえい。どうですか？釘打ちで柱を叩いてみたんだが、はい。一部だけ空洞になっていた。空洞。その空洞にメモが隠されていた。メモ。メモを読み上げる。お願いします。最初に睨むものがいた。最初に、あ、ちょっと待って、睨むもの。足が8本のものが現れた。わかりやすくない？睨まれたものがいなくなると、睨む8本。あなたにとってはうるさいけれど、スズムシ。友達には静けさがやってきた。静けさ。以上だ。意味不明だな。いや、わかるよ。わかる。今のわかるよ。はじめに、もう一回消してもらおうか。あとは。三つ、三匹しかいなくない？睨むものはヘビでしょ？ヘビ、クモ、スズムシの三つってことなのかな？押してみればわかるか？各水槽のボタンを押してみるか。はい。はじめに、睨むものが現れた。八本のものが、現れた。睨むものが去り、静けさが訪れた。去りっていうのがカエルなのか？ひょっとして。なるほど。ダメだな。ボタンを押したが、ちょっと待って。ダジャレの可能性がある。難所ギャグの可能性が出てきました。各水槽のボタンを押してみるか。はい。はじめに睨むものが現れ、八本ものものが現れ、それがカエルとスズムシだ。はい、できたなるほどね。開いたぞ。はい。ボタンを押す順番が正解だと。扉が開く仕掛けだったのか。そうだったみたいですね。ありがとう。はい。これで奥へ進めそうだ。よかった。ノートパソコンはじゃ関係なかったんだな。お、ステージ8昆虫館クリアでございます。いいですね。調子いいですね。調子いいよ。ではもうちょっとやっていこうかな。うん。では次へ。こっち。もしもし。はい。聞こえるか。聞こえます。扉の奥を進んでいるんだが、はい、長細くて薄暗い廊下になっている。長細くて薄暗い廊下。はい。この先に南がいるのか。この先に南がいるのかな。どうだろう。まだいないと思うけど、どうなんだろう。最終的には南明は、うん、あなたとの直接対決を望んでいるはずです。そうだね。残り時間から考えて、もうそれはすぐのはずです。なるほど。何が起こるか分かりませんから。気をつけましょう。気をつけていきましょう。そうしましょう。歩いてます。長い廊下だな。うん。目の前に扉が現れた。お。扉を開くぞ。お願いします。ガチャ。中は、うん。広い倉庫のようだが。広い倉庫。ようこそ。お。最終地点。出会ったね、南翔さん。南明。南明が立っている。説明ありがとう。来るのが遅かったじゃない。そんなに難しい謎解きにした覚えはないのだけれど。うんうんうん。そこまでの難易度では今のところなかったけどね。南明。お前の遊びに付き合うのはもううんざりだ。うんざりだ。逮捕する。逮捕するでいけるかな。あら、いいのかしら？何？何？私に指一本でも触れたら、うん、ゲームオーバーとみなす。あれ？そんなルールが？爆弾解除の方法は教えない。あれ？急にルールが追加されたよ。ふざけるな！これはゲームなんかじゃないんだ！いるんでしょ？そこに。いるんでしょ？そこに？誰？何を言っている？何何？そこにいるんでしょ？誰が？俺？
電話の向こう側で、うん、あなたはいるんでしょ？私の声を聞いてるんでしょ？俺の話かな？わからない。俺かな？はい、はい、やっとここまで来た。嬉しい。何何何？楽しい。嬉しい、楽しい、大好き。早くあなたとの最後のゲームを楽しみたい。なんだなんだい、どうしたんだい。黙れ。今お前の目の前にいるのは私だ。私の話を聞け。あなたこそ黙りなさい。あれれれれれ、あなたはただの駒。西大寺さん、思いっきり無視されてるね。ゲームを進めるのはあの人。ずっとずっとこの時を待っていたのだから。何何、私のことですか？ねえ、はい、聞いているんでしょ？聞いてます。私の用意した最後のゲームはどう？これで全部が終わるの。うんうん。寂しいよね。寂しい。これで終わってしまうの。終わってしまうの寂しい。私も寂しい。うん。だけど、はい、最後だからこそ盛り上がる。なるほど。ねえ、そこのあなた。はい。このカメラが見える？カメラ、わからない。ビデオカメラ、それで何をするつもりだ？ビデオカメラ、ここだけじゃないわよ。お？あの電車にも仕掛けてある。なるほど、監視カメラ的なものがついていたということなのかな。何のために？三人のうち誰を救いますかみたいな。インターネットのライブ放送を見てごらんなさい。お、何？まさか生中継してたのかい？インターネットのライブ放送？急いでスマートフォンを操作し、ライブ放送へとアクセスする。そこに映し出されたものは、ダーダーン、南翔さーんと、あららららら、りのちゃん、かわいいね。おい、お前か！千鳥、想像より若いし、なんか、尺に触る。全然運転手っぽくないな。お前怪しいぞ、やっぱり。ちょっと立ち絵をよく拝んどこうか。なるほどね。この男性が運転手の千鳥明彦だろう。厚彦か。厚彦。あ、なんだこの音楽。ネットで放送してるのか。何を考えている。何を考えている。ダシーン、カットイン、最大時カットイン。だってこの方が楽しいでしょ。なるほど。せっかくの最後のゲームなんだから声だけ。まあ確かに姿が見えた方が盛り上がれますよね。あなたはこれまで声を頼りにここまで。題名を回収した。はい。不思議な感じがしなかった？手に入る情報は音声だけ。相手の表情も仕草もわからない状況なの。まあ確かに。どれだけ声で取り繕っても微妙な心の内情は視覚情報として入ってきてしまうもの。うんうん。相手の様子を探り、その真意を探り合いながら生きていくこの世の中。はい。私たちは見抜くことも騙すことも器用になりすぎたのよね。そうなのかな。最後のこの舞台は声だけじゃなく、うん、私の全てを見てほしい。なるほど。南翔ちゃん、南翔ちゃん、あれずっと同じ服着てない？そういえば。そういうの分かっちゃうよ。全てをもってして、もってして、戦いましょう。もってして戦いましょう。じゃあ謎めたくるんだ。わあ、最大値カットイン。それじゃあ最後のゲームのルールを説明してあげる。はい、お願いします。